フエエルパルドはスペイン・マドリードの区。モンテデ・エルパルド・マドリードの行政区の最北部であり、最大の面積を持つが、人口密度は低い。2008年当時の調査では、人口22万85人であった。区内には地中海性森林の保護区、モンテデ・エルパルドが含まれ、都市面積は全体の50%に満たない。 周辺ムニシピオのラスラウサスデマドリード、トレロドネス、コルメナアールビエホ、トレスカントス、サンセバスティアンデロスレース、アルコベンダスと接している。接する行政区は、オルタレサ、テトアン、チャマルティン、モンクロアイコールアラバカである。以下の八つの地区で構成される。旧フエンカラル村と、昔から、スペイン王家の所領であったエルパルドが1949年に、 マドリードに編入されて誕生した。二つの自治体の旧市街のほかエルパルドとバルベルでの連結が基盤となって1950年代以降、現在の都市化が進んだ。1970年に増えエルパルド区となって、以降、現在まで変わりがない。エルパルドには、フアンカルロス一世イ,イラスペイン王室の私的な住まいで、あるサルスエラ宮殿がある。エルゴロソ地区に、 マドリード自治州立大学、ポンティフィシア・コミリアス大学のカントブランコキャンパスがある。マドリード自治州大学付属ラッパス病院もある。A1 でエネロで2008、サグンエル・アヌアリオ・エスト・ディスティコ・デル・アユンタ・ミエントで、マドリード、フィカクセソイコール29、05、2008。ありがとうございます。